はあ、こういった険しい山での仕事はさすがに応えるな。おいおい、無論だ。体調の管理も仕事のうちだからな。でも、そうだな。なんだ？出歩いているものも少ないな。みんな家に閉じこもっているのか。まあ、これはこれは、ありがたい。どうした？ いえいえ。村長、つかぬことを尋ねますが、この村に村長と同じような症状の者は他にも。なんと。やはりか。村長、一つお願いしたいのですが、同じ症状の者たちをここに集めていただけませんか。この村全体に良くない病が蔓延しているようだ。村の人口に対してこれだけの患者がいるんだ。感染者は村人ほぼ全員だろう。村長、村ではどのような治療を行っていますか？それが。そうですか。では、この辺りで薬草は取れますか？取れるならば、種類と効能は。そうじゃのう。大体把握できた。行くぞ団長。え？山へ薬草を取りに行くんだ。蔓延している病は薬を作らなければ感知することはない。幸い近くに薬に使えそうな効能のある薬草が生えているらしいしな。この村の状況を見て君も放っておく気はないんだろう団長。ならば時間が惜しい。さっさと薬草を確保して患者の救護に当たろう。くっ。おい。ああ、問題ない。この程度でへばっては天道に笑われてしまうからな。少なくともこの村の連中に笑顔を取り戻すまでは倒れたりはしない。申し訳ない。しかし、そうですか。どうやら治療には仕上げが必要なようだな。ライブをやるんだ、この村でな。そうすれば村の人たちも少しは元気を。くそ！これではライブどころではないな。まずはこれに対処しよう。行くぞ団長。アイドルとして当然のことをしたまでだ。本来ならばドラマチックスターズ3人が揃っている方が効果は高いんだが。
少々疲労が溜まってしまっただけだ。そうか。やれやれ、これが医者の不養生というやつか。最後の最後で詰めが甘かったな。